今回の共演で垣間見えた翔くんと秋人くんの絆は、ファンにとっても感動的なものだった。超人気グループ、ナンバーアンダーライン愛の 2B メンバー、平野翔とテストの秋人くんが先輩後輩の関係であることが判明した。ある日、ミュージックステーションで共演した時は、二人の思い出と深い絆が垣間見えて感動的な瞬間でした。 アキトくんはカ君が芸能界に入ってからお兄さんのような存在で、礼儀作法などいろいろなことを教えてくれました。初めて一緒に仕事をした時のことを振り返ってみましょう。カ君はエムステで、アキトくんは私が芸能界に入った時から気にかけてくれてました。挨拶の仕方や遅刻しないように気をつけることなど、基本的なことを教えていただきました。でも、 あなたがいてくれて嬉しいです。それでも優しく接してくれるよ。家訓の言葉からも、秋人く君の存在がいかに大きいかがわかります。兄として、時に厳しく、時に優しく、家訓をいつも支えてくれています。そして彼らの関係は今日まで続いています。先日のミュージックステーション出演時に、 翔くんがアキトくんに涙ながらに感謝の気持ちを伝える場面がありました。ウエストの立ち上げを決意した瞬間をこう振り返っていたのが印象的だ。とアキトへの思いを一つ一つ語る。デビューを目指していた頃からアキトくんはいつもそばにいてくれました。あの頃の気持ちは今も変わっていません。アキトくん、ありがとう。 二人の表情がカメラに捉えられ、兄弟愛のような印象を与えた。花君の目からこぼれる涙は、秋と君の存在の大切さを物語っていました。そして、秋と君も花君の言葉に深く共感したようでした。さらに、ウエストの桐山キトも花君を温かく見守っていた。メンバー同士の深い絆を感じさせるシーンだ。ああ あの感動的な瞬間を思い出すと、また心が温かくなりますね。芸能界の舞台裏では、時には驚くような人間関係や絆が生まれるものです。その中で、稀に見る絆が、秋人くんと翔くんの間で描かれました。彼らの物語は、舞台裏で織りなされた感動的な絆と成長の物語だ。それは、 芸能界の表舞台に登場する前から始まった。彼らはただの仲間ではなく、互いの支えとなり、共に歩んできた。そして、その絆はどんな試練にも耐え、時には涙を流しながらも成長し続けてきた。芸能界のドラマチックな一面を照らすこの物語は、まさに感動の連続でした。秋人くんと翔くんの絆は、 単なる同僚や仲間以上のものでした。彼らの関係は、翔くんが芸能界に足を踏み入れた瞬間から始まりました。秋とくんは彼のお兄ちゃんのように彼を支え、導いてきました。彼らの交流は、ただの同僚関係を超えています。これは単なるプロの世界ではなく、本物の友情が芽生える場所でした。お互いを成長させ、 支え合いながら、彼らは共に歩んできました。その結果、彼らの関係はますます強固になり、感動的な瞬間を生み出しました。アキトくんと翔くんの絆は、数々の瞬間に現れてきた。それは、ただの仲間ではない、お互いを尊重し、助け合う兄弟のような関係だ。彼らはお互いを高め合い、共に成長してきた。 その結果、彼らは今、芸能界で輝く存在となっている。例えば、彼らが共演した瞬間、その絆がさらに深まりました。彼らが一緒にステージに立ち、共演する喜びを分かち合う姿は、まさに心温まる光景でした。翔くんが涙ながらに手紙を読み上げる場面は、感動的であり、彼らの絆の証となりました。 翔くんは秋人くんのことをお兄ちゃんと慕っており、秋人くんも翔くんを可愛がり、ご飯に誘ったりするなど、兄弟のような絆を感じさせます。翔くんは秋人くんから芸能界の礼儀を学んだと語っており、お互いに支え合い、成長してきた様子がうかがえます。そして、この素晴らしい絆を見て、私たちも自然と感動してしまいます。 彼らのような関係は本当に貴重であり、尊いものです。彼らの友情はただのエンターテイメント以上のものであり、人々の心に永遠の印象を残します。このような感動的な瞬間を通して、私たちは芸能界の舞台裏に潜む真実の美しさを垣間見ることができます。彼らの関係は単なる仕事の場ではなく、心の交流の場であり、 それが彼らの絆をより強固なものにしています。彼らは共演する機会を得た。その時、翔くんが泣きながら手紙を読む場面があった。それは彼が感謝と尊敬の気持ちを込めて、秋人くんに向けたものだった。その姿は彼らの絆と友情の深さを象徴していた。そして、その場面は多くの人々の心を打ち、 感動を与えた。彼らの関係は、ただの仕事仲間ではない。彼らはお互いを支え合い、励まし合う存在だ。特に、アキト君は翔君にとって特別な存在だ。彼は翔君の芸能界での道しるべであり、兄としての役割を果たしてきた。その温かい関係は、彼らの成長と成功に欠かせないものとなっている。そして、 彼らが一つの画面に収まって会話を交わす様子は多くの人々にとって感動的な瞬間だった。彼らの絆と友情は単なる仕事関係を超えており、その絆は時と共に深まっていく。彼らの姿はまるで家族のような温かさと絆を感じさせる。彼らの物語はまだ終わっていない。彼らは今も成長し続け、 新たな挑戦に立ち向かっている。彼らの絆と友情は、彼らが進む道のりを支え、彼らを前進させる力となっている。彼らの姿勢は、多くの人々にとって勇気と希望を与えている。アキト君と翔君の物語は、単なる芸能界の一コマに過ぎません。しかし、その背後に隠された真実は、私たちに多くのことを教えてくれます。 それは、友情や支え合いが、どれほど強力で尊いものであるかを示しています。このような感動的な瞬間が、私たちの心に残り続ける限り、芸能界は常に魅力的で、感動的な物語が生まれる場所であり続けるでしょう。最後に、あなたがこれらの感動的な瞬間を思い出すとき、どのような思いが心に浮かびますか彼らの絆は、 あなたにとってどのような意味を持っていますかそして、この物語から私たちが学ぶことは何でしょうか彼らの物語は私たちに何を教えてくれるだろうかそれは、絆と友情が人生においていかに重要かを示している。彼らの姿は、私たちに勇気と希望を与え、自分自身や他人との絆を大切にすることの重要性を教えてくれる。 彼らの物語は私たちに多くの示唆と教訓を与えてくれる。